今日は第2節、相手は一応ね開幕も工学院に1-0で勝ってるので、まあ、ちょっとどういう相手かわからない、まあ、相手同行ではなくて、ね、自分たちが90分間しっかりね、やりきるっていうことはまず大事、まあ、そこをしっかり、ね、意識しながらやっていきましょう。モモ、はいはいはい、モモ、はい、はい、はい、今動画なんだよな。あー、動画か。一番ゆっくり整えながら歩いてていいからね。できる手なかったよ。入りね、入りね、入りね、最初の最初、入り方だよ。入りよ、入り。とりあえず体の準備はしてるから、体は動くはずだから、その中でしか頭の中整理して、やっぱり無理くり自分で何かしようじゃなくて、まずシンプルにシンプルにプレーすればいいから、その上でリズムができてきたら自由にやればいいから。最初の入り方気をつけようね。はい、入りよ、よし、うどん、はい、あれキャプテンだよ、締めてこー。お、スタートした、終わる、スタートした。あ、おめでとうございました。はい。Yeah!
ぱちょっとこう自分たちがうまくいかない時の改善策としてみんなでしっかり話をしながらね、中で慌てる必要ないし、ね、やり合って今できてないんだったらそれはちょっと、ね、変化を加えなきゃいけないわけです。はい、よしんどいシーンは多分多々あると思うけど、しっかり勝ち点3を取って、ね、やっぱり上に行けるように進んでいきましょう。OK、 大丈夫です。はい、じゃあ行きましょう。左サイドからね、亮太が、
突破していったのに対して、まあ、中で準備していたらね、まあ、ファーサイドにいいボールが上がっていったので、まあ、あとは打ち込むだけでした。まあ、あと2点目に関しては、まあ、同じくね左サイドから順平が抜け出して、まあ、中に、選手がいなかったんで、まあ、自分が、まあ、詰めれたなと思って入っていったところにちょうどボールがこぼれてきたので、まあ、でもねそこまで、運んでいった過程としてねチームとしていい流れだったので、まあ、ボール自体はいいだったと思います。もちろんね、まあ、第一にもあの昇格っていう部分が絶対目標なんで、まあ、それを達成するためにもね、まあ、結果っていう部分では必要ですけど、まあ、それ以上にこう試合での、ね、内容っていう部分でこう一試合一試合しっかり成長していって昇格っていうだけではなくね上に行った時にもねしっかりと結果がついてくるようなサッカーを今目指しているので、その自分たちが求めているものにね、近づけた、ゲーム運びを今後もしていってしっかりね勝てるように、取り組んでいきたいと思います。